皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は JR 奈良線の京都駅の普通電車に乗車しています。 JR 奈良線 JR 富士の森駅までの第2期複線化工事を撮影して情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。令和4年12月17日から18日にかけて宇治駅と大爆駅の間で線路切り替え工事が行われました。乗客が多い京都駅と常陽駅との間で残りの工事区間は富士の森駅から六地蔵駅の間のみとなります。残りの区間は本日令和5年2月25日から翌日の26日にかけて線路切り替え工事が行われます。 JR 奈良線第2期複線化事業のクライマックスをいよいよ迎えることになります。複線化事業の完了に合わせ2023年3月18日に実施するダイヤ改正から増発や平均所要時間短縮を盛り込んだ新ダイヤに切り替えられます。新ダイヤでは平日朝の通勤時間帯に常陽、新田方面から京都方面の列車が増発されます。対向列車との待ち合わせが解消され常陽駅を7時台に発車する一部の普通電車が終点の京都駅に先着するようになります。快速区間快速の常陽駅から京都駅の間の所要時間は現状26分から28分要していたのが26分に短縮される予定です。普通列車の常陽駅から京都駅の間の所要時間は34分から47分要していたのが31分から38分に短縮される予定です。利用客の利便性が飛躍的に改善いたします。JR 奈良線ではこれまで京都駅から JR 富士の森駅までと宇治駅から新田駅までの第1期複線化工事が完了しています。次の第2期複線化工事では JR 富士の森から宇治、新田から常陽、山城田賀から玉水の計 14.0km の複線化を行っています。このうち新田から常陽、山城田賀から玉水は複線化工事が完了しており複線の共用が行われています。 JR 富士の森駅と宇治駅の間の区間においても六地蔵駅と大爆駅との間は令和4年5月22日から複線の共用が開始されております。残りの JR 富士の森駅と六地蔵駅の間と大爆駅と宇治駅の間のうち大爆駅と宇治駅の間が令和4年12月に線路切り替え工事が行われました。残りの JR 富士の森駅と六地蔵駅間についても本日令和5年2月25日深夜から翌26日早朝にかけて線路切り替え工事が行われます。今日はその線路切り替え工事の当日直前の光景を撮影します。長い時間を費やしてきた JR 奈良線の京都常陽間の複線化事業もいよいよクライマックスを迎えることになります。宇治四股畑にある五両道踏切を通過すると小畑駅に到着します。小畑駅は相対式2面2線のホームを有する地上駅です。この小畑駅では第2期複線化関連工事として駅のバリアフリー化工事が行われました。小畑駅前にはテレビアニメーションの制作を主力事業としている株式会社京都アニメーションの本社があります。小畑駅をゆっくりと出発しました。小畑駅から六地蔵駅までも令和4年5月22日に線路の切り替えが行われ第2期複線化工事が完了して複線の運用も行われています。小畑駅周辺には宇治寮と呼ばれる総面積約9万平方メートルに点在する大小320もの寮母群があります。明治10年に宮内庁によって調査され17寮3号小畑寮と定められましたが後に宇治寮とし1号から37号までの番号が付けられました。間もなく宇治市六地蔵奈良町にある六地蔵駅に到着します。六地蔵駅では京都方面にホームと駅舎の移設工事が今行われています。ホームが京都側に延伸され新しく階段やエスカレーターも設置され京都地下鉄六地蔵駅や京阪六地蔵駅とのアクセスが良くなります。新しい六地蔵駅は令和5年3月18日のダイヤ改正に合わせて共用が開始される予定です。六地蔵駅に到着しました。六地蔵駅で下車して工事の状況を撮影します。エスカレーターの設置工事が完了しています。新しい六地蔵駅のホームの工事ではこちらの宇治側に上り下りのエスカレーターが設置され向こう側の京都側に階段が設置されます。上りと下りの2本のエスカレーターが設置され
利用客の利便性が向上します。延伸されたホームの旅客上屋設置工事が完了して、駅名標も設置されています。京都寄りに移設された新しい駅舎の外観も完成しています。改札を出て六地蔵駅の外から新駅舎を撮影します。京都寄りに建設中の新しい駅舎の建設現場に向かいます。 JR 六地蔵駅はバリアフリー化と地下鉄乗り換え利便性の向上のため、京都方面に駅舎を移転します。またホームを京都方面へ延伸移設し、ホーム階段幅員の拡大やホーム部分の曲線緩和を行うことで安全性向上を図ります。ホームの長さは125メートルと変わりませんが、幅が約2メートルほど広がります。駅前広場の整備工事や駐輪場の整備工事はダイヤ改正日の前日の令和5年3月17日までに完了する予定のようです。新駅舎の供用後も既存の駅舎の撤去工事が2023年9月まで行われるようです。新しい駅舎には六地蔵の地名の由来となった大善寺六角堂から着想を得て、コンコースには六角形の吹き抜け空間が作られます。六地蔵駅にはエレベーターがありませんが、新しい六地蔵駅には新たにエレベーターが1基設置され、バリアフリー化が進みます。新駅舎が供用されると、地下鉄六地蔵駅の駅舎との距離は約100メートルから約20メートルと短くなり、乗り換えが楽になります。現在は駅前広場の整備工事が急ピッチで行われています。六地蔵駅周辺では高層マンションの建設が続いており、発展中の街になります。六地蔵駅に戻り、京都駅の電車に乗車しました。六地蔵駅から次の桃山駅と JR 富士の森駅までは利用客の多い京都常用間で唯一の複線化工事が残っている区間になります。本日令和5年2月25日深夜から翌26日早朝にかけて線路切り替え工事が行われます。 JR 富士の森駅まで乗車してこの区間の状況を確認します。この区間の複線化工事が完了すると、利用客の多い京都常用間の複線化が完全に完了します。 JR 奈良線複線化事業のフィナーレをいよいよ迎えることになります。六地蔵駅と次の桃山駅の間で唯一の踏切、新町踏切を通過します。新町踏切は京都市伏見区桃山町井場にあり、車がやっと1台通れるくらいの狭い踏切です。この辺りでは桃山の丘陵地帯の山を削った南縁の場所に線路が敷設されています。線路の南側、向かって左側には京阪電鉄宇治線が走っており、JR 奈良線と競合しています。京阪宇治線は京都市伏見区にある中所島駅から京都府宇治市にある宇治駅までの 7.6 キロメートルを結びます。ほぼ全線にわたり JR 奈良線と並走しています。まもなく京都市伏見区桃山町鍋島にある桃山駅に到着します。桃山駅は相対式2面2線のホームを持つ地上駅です。桃山駅でも第2期複線化関連工事としてバリアフリー化工事と駅前広場の整備工事が行われました。当時この近くに西本願寺の別荘があり、ここからの風景を愛した大谷高村法師の強い要望により駅を作ることになりました。大谷高村法師や伏見町、堀内村がそれぞれ500円ずつ寄付し、桃山という名称で駅が作られました。六地蔵駅と桃山駅との間では複線の整備がほぼ完了しており、本日の線路切り替え工事は小規模な工事が行われます。桃山駅に到着しました。桃山駅をゆっくりと出発して大手道踏切を通過します。大型マンションと崖に挟まれた狭く曲がった難所をゆっくりとしたスピードで進んでいきます。左右の線路端に線路切り替え工事に使用するバラスト、砕石を入れた袋がたくさん置いてあります。その数は以前にも増しており、線路切り替え工事が本日深夜に行われることを物語っています。この辺りが本日行われる線路切り替え工事の一番の見せ場になります。跨線橋からの撮影が可能で絶好の撮影スポットになります。左側に国道24号線が見えてきました。国道24号線は京都から奈良を経て和歌山に至る全長 135km の一般国道です。キリクバック砲が4台待機しています。今夜の出番を待っています。
右にカーブすると大和街道踏切を通過して JR 富士の森駅に向けて進んでいきます。当然のことですが、この辺りも左側に複線路が敷設され架線も張られています。キリクバック砲とマルチプルタイタンパーのアタッチメントを装着したキリクバック砲が待機しています。電車は間もなく京都市伏見区深草にある JR 富士の森駅に到着します。 JR 富士の森駅は相対式2面2線のホームと堀割型の橋上駅舎を持つ地上駅です。 JR 富士の森駅の南側でも今夜線路切り替え工事が行われ、キリクバック砲が5台待機しています。JR 富士の森駅に到着しました。 JR 奈良線複線化に関する線路切り替え工事当日の光景を撮影して情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。